皆さんこんにちは、毒蛇です、今回は毒蛇の食べたことのないものを食べてみようシリーズ、第1回目の今日はドラゴンフルーツを食べてみました。よく行く八百屋さんで売ってたんですね。1個200円くらいで、ちょっとごまが入った大根みたいなやつだよなと思って買ってみました。初めて切るんですけど、なんかサクサクっていう感じの、なんかもう初めての食べ物って面白いですよね。こう切った感じとかも不思議だし、なんかね、縦4つに切って皮を手で剥けるって書いてたんですけれども、ちょっとねまな板を敷いてないので恐る恐る切ってますけど、まあ普通にまな板だったらサクッと切りますけどね。はい、まあちょっとホヤみたいな感じですよね、皮の感じがね、若干ね。はい、そして4つに切ったらおもむろに皮を剥くとすっごいつるんと剥けるのでびっくりしましたね。面白いですこれ。そしてなんかこの上に置いたまま一口サイズに切ってる写真があったので真似して切ってみました。うん、やっぱりなんかごまが入った大根みたいですよね、見た目はね。はい、そしてお皿に入れて、なんか綺麗に全部剥けるように優しく剥いたらいいんでしょうねこれね。ちょっとずつ一気にいくと果肉がちょっと残っちゃいますね。はい、いやそれでね、これ買ってからちょっとしばらく食べるのが遅くなっちゃって大丈夫かなと思ったんですけど、切ったらみずみずしくてですね、そしてすごいサクサクな感じで、そしてこれとりあえず切り終わって一口食べてみようと思ったらですね、思わず美味しくてですね、バクバク食べて一瞬にしてなくなっちゃったんですけれども、なんかあんまり味がしないっていうイメージがあるんですけど、これぐらい大量に一気に食べるとですね、確かに薄味なんですけれども、ほのかな酸味と爽やかさ、そしてシャキシャキした感じとこの水分たっぷりな感じで、まあ、甘くないメロンとか甘くないスイカとかって、まあ、水分補給のためにいっぱい食べるみたいな文化が毒蛇にはあるんですけど、そういう感じでね、すごいさっぱりとしたこう水分がいっぱい取れるフルーツと思って食べるとすごく食べやすくて、あとね、寝る前のおやつとかにあまりカロリーの高いものを取りたくないとかって思ってトマトとか食べるんですけど、プチトマトとか、なのでこう夜のおやつとかにはすごいカロリーが低そうでさっぱりしててすごいいいなと思いました。なんか本場では、南国ではもっと完熟してから食べるので甘いらしいんですけど、日本に来ているこの白いタイプのものはあまり甘いのが多くないらしいので、まあ、でも夜のおやつにさっぱりしていいかなって本当に思います。そしてね、なんかすごいビタミンとかいろんな栄養素がたっぷりで美容にもいいらしいんですよ。というわけで、意外と毒蛇、このあんまり甘くない感じのドラゴンフルーツちょっとハマりそうですね。安かったらまた買って夜のおやつにしようかなと思います。まあフルーツ一気にいろいろ食べるタイプなんですけれども、スイカもね半分勢いで食べそうになったりするので大きいやつですよ。なのでドラゴンフルーツはもうペロリでしたね。いやでも意外と本当に甘いとか酸っぱいとか強い味ではないですけど、爽やかなさっぱりした果物なのでリピートありですね。皆さんもぜひ興味がある方は食べてみてください。美容にもいいって言うからね。そんなわけで、今回毒蛇の食べたことないものを食べてみようシリーズ、ドラゴンフルーツをお届けしました。ではまた。